はい。大和ピアラブです。芸人の有吉がインスタにあげた三浦春馬さんに対する写真がめちゃくちゃひどいということを私の YouTube にあげさせてもらいました。えー、そうすると 多数のイルミナティが雇ったと思われる工作員によって、有吉は悪くないだろ悪いのは三浦春馬じゃないかというね、そういうコメントが来ました。うん。それもね、一つ二つじゃなくて、まあ、かなりの量のね、そういうコメントが来るんですよ。 うん、で、まあそういうのはもう毎回ブロックしてるんだけど、もう本当にね、うじゃ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 湧いてきて、うん、まあ今日もね、またそういうコメントがあったんですよ。うん、まあその賛否をね、あの、呼ぶような内容であれば、まあその、そういった意見もわかるんだけど、えー、このね、えー、有吉がインスタにあげた、 三浦春馬さんに対しての写真っていうのは、もう誰がどう見てもこれはひどいわけですよね、うん。特にこんなの三浦春馬さんのね、ご家族なんかが見たらもう許せない気持ちになりますよね、これ。うん、まあそういう写真を有吉が上げてるわけですよね、うん。しかもね、まあ三浦春馬さんを笑い者にするような、 そういう感じであげてるわけですよ。うん。まあ、それに対してね、その、それがひどいじゃないかっていうことを私の YouTube に上げたことに対して、それは三浦春馬が悪いじゃないかっていうね、本当にこの理解できないコメントを多数送ってくる人がいるんですよね。うん。まあ、こっちとしても本当理解できないですよね、それ。 うん、だから、こんなのはもうイルミナティがね、あのー、おそらく金でね、雇った工作員だと思うんだけど、うん、まあ、金でね、雇われる方も雇われる方だなと、思いますよね。うん、まあ、多分、もらったとしても、まあ、数百円だと思うんですけどね、こんなの。うん、で、数百円もらったからって、 あの、有吉は悪くない。悪いのは三浦春馬だっていうコメントをしろってね。あの、言われてやるっていうのがね。ほんと情けないと思いますよ、そんなの。うん。まあ私だったらね、お金に困ってたとしてもそんなことはやりたくないし、絶対やらないですけどね、そんなことは。うん。まあそういうことをやる日本人がね、まあ多数いるっていうことがもう、あの、恥ずかしいですよ。うん。 まあもしね、それ工作員じゃなくて、本心としてそれ書いてきてるんだったら、それこそもっと100倍やばいけどね。うん、あの有吉の三浦春馬さんに対する写真が何も悪くないと。うん、悪いのは三浦春馬だって思えるえ神経ってどうなってんだろうって思うけどね。うん、まあちょっとね、あの、最近の日本は 本当ひどいなーっていうふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。